ベタナミン上中枢神経刺激薬は中枢神経系に作用し、その機能を活発化させる薬物の総称である。世界保健機関による精神医学の用語集においてアンフェタミンやコカインのような交換神経様、作用アミンとストリキニンレやピクロトキシンのような中枢神経興奮剤等を含むとしている。日本の薬効分類から見れば興奮剤、 覚醒剤の分類名の横に、セントラルナーバスシステムスティニアランツの英名が書かれている。これでは、ストリキニーネなども回に分類される。中枢神経系への刺激作用からの中枢神経系刺激薬のような分類では、さらに回に、精神運動刺激薬と幻覚剤に分ける場合がある。アメリカの軍隊のマニュアルでも、LSD も、 中枢神経刺激薬に含まれることがある。メチルフェニデートの医薬品の添付文書においては、中枢神経刺激剤の薬効分類名が書かれている。そのインタビューフォームにおいては、中枢神経口粉剤の薬効分類名が書かれている。添付文書の上部にあるこのような薬効分類名は、標榜薬効と呼ばれ、 標榜としての自由度が許容されているが、同じ成分であれば統一すべきものが、各社の標榜がバラバラになっていることが指摘されている。ある書籍には、精神刺激薬の高にてメチルフェニデートを中枢神経刺激剤と紹介し、薬事関係のニュースサイトは同じくメチルフェニデートを紹介するのに中枢神経項粉剤を用いている。この薬効分類名は、モダフィニルでは、 精神神経溶剤。あん中では、中枢興奮、鎮痛剤である。昏睡からの覚醒や、ナルコレプシーなどの重度の睡眠障害の治療に使用されることが多い。中枢神経刺激薬は、日本の法律上の覚醒剤を含み、日本では、アンフェタミン、メタンフェタミン、及びその塩類が、覚醒剤取締法の対象薬物となっている。 このうちメタンフェタミンの塩酸塩である塩酸メタンフェタミンは日本薬局方に収められており医療的利用が認められている塩酸メチルフェニデートは欧米や日本において注意血管多動性障害の治療に使用されているがその副作用や中毒性についてはさらなる研究結果を待つ必要がある一部の健康体の人がこれらの薬を 認識能力増強薬として使用しており、多くの国では現状これらの使用方法は非合法とされている。しかし一部の科学者はこういった使用法を合法化することを提唱している。コカインリタリン、ありがとうございます。